チャンネルそこというところで、まあ、ロッテにですね元中日ドラゴンズ、えー、まあメジャーでも活躍したです、ね、チェン投手が入団っていうところがですね今日ニュースで入ってきましたけども。 いつも月曜日のです、ね、お昼過ぎから夕方近辺にかけてニュースが出るというところで,ですね、まあ、佐々木は毎週月曜日ですね3時入りで4時から7時までのラジオの、ね、生放送の番組をレギュラーでやってますけども、まあ、そのためですねちょっとこの夜中に、ね、動画撮影っていうところになってしまいますけどもチェン投手がロッテに入団6月末にですねメジャーので契約を解除されてですね まあフリーになったっていうところでまあそこからね月日が7892から7 8 9? 2ヶ月半ぐらいですかね経って、えー、この度まあロッテに入団っていうところですけどもまあメジャーではね巨額な年俸で、えー、契約してるっていうところになりましたけどもまあ今回はですねまあ3,000万という、えー、価格でロッテに入団っていうところがね報道されてまあ19日にね来日、えー、しているというところでまあ2週間の隔離を経てチームに合流というところで,ですね。情報によると10月5日 チームに合流とというところなんで正直ねその6月まあ今年はコロナ禍にあってね、まあ、メジャーでもそのところでどう練習してたのかっていうところでね、まあ、個人的に練習してたっていう報道もありますけどもまあどこまで練習してたかわからないっていうね今どういう状況にあるのかが全くわからないんで、まあ、どうなるのかっていうところはありますけども、まあ、ロッテとしてはね あのチーム一丸となってこの今首位ソフトバンクと1.5ゲーム差っていうところでこれはもうシーズン1位の勝率1位のチャンスが目の前にあると是が非でも取りにいくぞっていうねえーチームとしての姿勢がよく表れたえ補強だったのかなとね佐々木チャンネルの動画でもえよく言ってますけどもチームをね強くするのはえ FA トレード外国人っていうねこの3つの。 えー、合言葉がありますけどもその中でねトレードっていうところでム村そして外国人っていうところでねチェーンっていうねピースを手に入れてですね、えー、ちょっと先発投手陣も含めて左投手が少ないっていうところで、まあ、補強になったわけですしサムラもね、まあ、結果的にハーマンが誇張することによって、まあ、日本ハム戦ねフォアボール3発でちょっと怪しいなっていうところもありましたけども、まあ、チームは優勝するにあたってね足りないところをチーム一丸となって補強していくっていうその編成上のね姿勢っていうのも素晴らしいなと思いますし、まあ、ここからねどういう働きをするかっていうところは、まあ、見ていく必要があります がありますけどもこの何としてもねこの1.5ゲーム差ソフトバンクと相性もいい今シーズンっていうところでねまあ残り試合ソフトバンクとあるというところでそこを覆すためにね補強というところは素晴らしい動きだったんじゃないのかなとこれがねあのー、まあ、今までもできたんちゃうかとか今までも何でやらなかったんだっていうね、えー、ファンの人も声もあるかもわかんないですけども現状ね今2位1.5ゲーム差っていうところがね、えー、重要かなとこれがもし仮にね今 4, 4位とか5位とか8ゲーム差とか9ゲーム差 なったとしたら多分ここまでの補強っていうのは澤村,村も含めてねチェーンっていうところも正直なかったんじゃないのかなっていうところもありますし今こういう状況だからこそねもうあと一歩で手が届くとソフトバンクの牙城を崩せると、えー、シーズン1位勝率1位で、えー、悲願の、えー、リーグ優勝からの日本一っていうところがねロッテっていう会社だけじゃなくねロッテファンの皆さんの思いを込めた悲願のね この1位っていうところを取りに行くんだぞっていうね姿勢としては本当に素晴らしい行動かなと思いますしまあね巨額の年俸で契約してた中で3,000万というところでねまあ格安で取れたっていうところも非常にいいところなんじゃないですかねでもここでやっぱり一番重要なのが今どういう状況にあるのかっていうねっていうところがすごい気になるなとまああの過去の栄光だけじゃね正直活躍できないんで今の状況はどうなのかっていうところでまあ10月5日をめどにチームに合流というところででその後 うん、まあね2軍でも多少投げなきゃいけないですしっていうところでは正直10月のまあ早くても4週ぐらいかな1軍登板は、えー、シーズン終盤のねまあ、10月後半にソートバンク戦で11月頭にもソートバンク戦があるっていうところでねまあ、10月終盤から11月頭にね、えー、3戦3戦とか6戦ソートバンク戦があるっていうところでまあそこにね投入かなとだからまあ投げても3できて4選抜だとまあ3かな。 ていいうとところになると思いますけどその中でねどういう結果を残すのかもしくはね長すぎてスクランブルっていうところもねまあ、考えられますけどそれはね投げてみての状況かなっていうところはありますねまあでも今年はねあのメジャーもメジャーリーグはね開催されてるんですけどもマイナーリーグはね、えー、今年は全、えー、カテゴリー中止っていうところでね、まあ、マイナーも試合してなかったっていうところで実戦で言うと。 多分ほぼ投げてないと思うんですよねその実戦の中でどこまでできるのかなっていう不安はありますけども、まあ、2010年日本シリーズで戦いましたけどもあの時の、まあ、約10年前になりますけどね今は35歳チェーンがね、えー、なりますけどもあのインコースのストレートと、まあ、スライダー気味のカットボールっていうところでね、まあ、日本シリーズでもなかなかこれは打ち崩せないなっていうところでね第1戦日本シリーズ初戦はね成瀬対吉見の投げ合いで制して、えー、2戦目のね名古屋デーブンでチェーンではねちょっと負けてしまったっていうところでね非常に素晴らしいピッチャー なかなか打ち崩すのがね難しいぞっていうところで、まあ、最後もねあのもつれるとまだチェーンが出てくるっていうところでねチェーンが確か出てくる前多分あの吉見との試合で蹴りがついたんだと思うんだけど、まあ、ちょっと10年前まで忘れちゃったけどあのチェーンはね本当に素晴らしいピッチャーで対戦してもなかなか打ち崩せなかったなっていうところもありますし、まあ、このね今の状況35歳でどういうところになるかわかんないですけどもこれがねうまく回ればこんなにロッティにとってね素晴らしいことはないですしまああの うまく回らなかったとして仮にねうまく回らなかったとしてもこういうね行動を示す姿勢を示すっていうところでねそのロッテもねやればできるんやっていうねところをファンの皆さんにもねお伝えできた。 えー、知らしめることができたっていうねもっと強くするためにとかねもっとお金を使ってとかってね有効いう子は今まで多々あったかもわかんないですけどねこういうチャンスになれば、えー、会社一丸となってね取り込んでいくっていうところはこの見せれたんじゃないのかなっていうこの意気込みねっていうのは、まあ、今までもねやろうとしてたらできたと思いますけどもまあこのね順位っていうところとねこのゲーム差っていうところそして今の戦力っていうところがね、えー、重ね合って今がねベストタイミングだったのかなというところもあってね行動に移した姿勢っていうのは素晴らしいですしこれがどう出るのかっていうねで、まあ で今週火水木が楽天戦で金土日がソートマーク戦というねこの勝負の1週間になってきますけども、まあ、楽天はね DJ ジョンソンが広島から加入というところでね、まあ、ECGM もねちょっと中継ぎの強化というところで今日ねえっとソンが抹消されてたんで、まあ、確実に明日ね出場登録されるかなと、まあ、こちらはねもう今広島でね投げてたっていうところもあって、まあ、チェーンとね、えー、違って、まあ、明日から稼働できるっていうところでね、まあ、楽天がこのロッテ戦にねちょっと負け越しちゃうとジエンドっていう形に にねまあ、今日の総チェックでも、えー、言ってますけどもそういったところでね、まあ、どういうピッチングをするのか、まあ、明日石川と唐島の先発、ね、予告先発になってますけども、まあ、このねちょっとロッテもねエース石川で負けると痛いなっていうところもありますし唐島もね前回パンパンってやられましたけど内容自体はねそんな悪くなかったなっていうピッチングにもまあ見えますしねでまあ DJ ・ジョンソンの場合ね今の戦力補強っていうのもありますけども石井、まあ、あ GM のまあコメントで見ているとその来季のテストも 組めたっってていうとここころをね一締めをねね言ってるんで、まあ、ここに、ね、もう一つの、えー、この補強に対する、えー、ヒントがねあるんじゃないのかなっていうところでですねまあ、今ね先ほども言いましたけどコロナ禍の中で、まあ、メジャーリーグはね行われていますけどかなりね試合数を、えー、削減して、まあ、行われていますけども、えー、マイナーリーグはね、えー、全カテゴリー 3A から、まあ、ルーキーリーグまで 全カテゴリー160試合かなんかだったかな、えー、と報道によると、えー、中止になったっていうところでですね、えー、来季に向けて、まあ、外国人補強っていうところがですねちょっとアメリカこのメジャーそして独立リーグ、えー、マイナーリーグからのちょっと新しい外国人選手の補強っていうのが 来期に向けてどこまでできるのかっていうのは正直かなり不透明、ひょっとしたら難しいんじゃないのかなっていう状況がね、まあ,あると思うんですよね。でその中でまあね、もう早いもの勝ちじゃないですけど、まあ来期も含めてね、取れるものは今取ってお おいて今年ももちろん大事ですけども来季を踏まえた戦力補強というところでね、まあ、楽天の DJ ジョンソンと、えー、いうところを、えー、金銭トレードで補強して、えー、ロッテはねチェンというところを、まあ、補強するという形で、まあ、今ねこの今年のクライマックスシリーズンリーグ優勝というところを勝ち切るための補強という戦略でもありますけどももう一つの側面としてはやはり来季、えー、アメリカから新しい外国人をちょっと補強ひょっとしたら、えー、できない、まあ、できるけどもその選手が この1年間どういうふうな、えー、プレーをしてたかっていうのが不透明で分かりにくいっていうところでですね補強の面がなかなか難しいんじゃないのかなと、まあ、いうところでですね、まあ、球団としてはいち早く、えー、来期の戦力補強というところでも動いたのかなとだからまあ来期に向けては、まあ、ひょっとしたら韓国とかから外国人選手を補強、えー、確かヤクルトブキャナンがすごいいい形をね形で韓国で活躍してるっていう情報が多分あったような、えー、気がしますけどもそういった面も含めてちょっとねアメリカからは難しいのかなっていうこ ところでいち早く戦力補強にねまあもう一つの側面としてはねまああるんじゃないのかなっていうところでですねまああと約残り40試合どういう戦いがなるのかまあチェンのねロッテのユニにームを着てのプレーっていうのもねぜひ見たいなと思いますしチェンが2人になってねロッテっていうところでですねまあこの戦いでですねまあけ人もねハーマンなど出る中でですねロッテがどういう踏ん張りを見せるのかこのチェーン効果で一気にソフトバンクをまくるのかもしくは楽天がねこの DJ ジョンソン加入で中継ぎをね強行にね して一気に巻き返して1位2位を奪いに来るのか果たして王者ソフトバンクがこの1.5ゲーム差さらに差をつけて戦うのか、えー、今週ソフトバンクは折りっ えー、ロッテで楽天がロッテで週末ちょっとどっか忘れちゃいましたけどロッテはね楽天ソフトバンクとこの1週間ねちょっと目が離せない、えー、大事なシーズンになってくるのかなと、えー、明日からもね総チェックに向けてしっかり試合を全試合しっかり見たいと思いますのでまあ緊急速報というところでですね今さぞがか知ってる情報をですねチェンの入団そして DJ ジョンソンのトレードというところもですね2つの側面で解説してみましたありがとうございました。